ても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと気もしたけど僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していればもっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕なものを拾った。ふと気がついて横に目をやるとまた誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことがわかった。欲しいような気もしたけどまたそれをあげることにした。きっとまたこの先探していればもっと素敵な何よりも僕を見て嬉しそうに笑う顔が見れて嬉しかった。結局僕はそんなことを何度も繰り返し僕の挙げたもので隠さんの
かったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も
まあ、いいサポートしたしね、落としも良かったですよね。やっぱあそこに出てくるのが羽生なんですよね。実に335分間得点がなかった FC 東京、ようやく決めました。貴重な先制ゴール。ここで一度受けてから、はい、矢沢と羽生ですね。はい、矢沢ね、意外性のあるプレーからですよね、はい、でもそこ前に出ていくじゃないですか、まあ、こういうプレーはやっぱりね、ボランチであっても一人はやらないといけない、決まった瞬間、今あの会場にも流れていますが、どんな気持ちでした？サポーターのところに行きましたね。いや、やっぱまずはサポーターに、22番はここにいるっていうので見せたかったです。あの羽生選手にとっても簡単なここまでの流れじゃない中、チームが本当に苦しいあの時期を過ごしていました。この勝ち点330歳ですけど、悔しかったんで、試合に出れないこともそうだし、シーズン前に、ね、なかなかいい評価を得られなかったので、そこを支えてくれた人とかに感謝したかったっていうのがあります。一番綺麗な色ってなんだろう、一番光ってるものってなんだろう、僕は探してた最高のギフト、君が喜んだ姿をイメージしながら、つけたいって言うけど、生まれた意味を知る